こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市にございますとあるマンションの一室に来ております。今回ご紹介するお部屋は特別リフォームをしたデザイナーズルームということで、コンセプトといたしましては、西海岸風の3系のお部屋をイメージさせていただきました。将来こんなお部屋に住みたいなというようなイメージで、クロスであったり床の方を選ばさせていただきましたので、大変かっこいいお部屋となっておりますので、ぜひそのあたりもご注目ください。はい、それではですね、今言ってますのが洋室6畳ほどの広さのお部屋となっております。床の方は木目調の少し温かみのある、イメージの、床となっておりますので、非常に雰囲気がいいですね。はい、そしてカメラさん、上の方を映していただけますでしょうか。はい、今回のコンセプトに合わせてですね、選んだ、照明となっております。非常にかっこよくておしゃれな照明になっております。リモコン付きとなっておりますので、そのあたりも使いやすい照明となっております。はい、そして設備といたしまして、こちらエアコン1台備え付けとなっておりますので、夏冬快適に過ごしていただけます。はい、そしてこちらの方、高い設備が付いております。紐を引っ張っていただきますと、はい、サウが出てきます。こちらの方で室内物干しということで、活用いただけます。花粉症の方であったりとか、また外に干したくないものですね、中に干せますので、大変便利な設備ですね。はい、そしてですね、こちらの壁を映してもらえますでしょうか。はい、こういったですね、木を張り合わせて、非常に雰囲気のいい、クロスになっております。はい、そしてそれに合わせてですね、こちらのロフトの色の方ですね、デニム色になっておりますので、そういったイメージをさせていただいたお部屋となっております。ロフトの方はですね、寝ていただくスペースとしてお使いいただいたり、また荷物を置いていただくような、活用いただけるスペースとなっております。はい、そしてですね、収納の方こちらございまして、奥行きの方とまた横幅の方もですね、十分にございます収納スペース。ご用具もですね、かけていただけるような、お一人様でしたら十分なぐらいの収納スペースになっております。はい、それではですね、キッチンスペースも見ていただきます。はい、まずこちら入りますと、キッチンということで IH のコンロ一口備え付けのところとなっております。こちらの方にはですね、水切り棚、またコップやお茶碗もですね、十分に収納していただけます。そして下の方にはですね、冷蔵庫一つ備え付けの方になっておりまして、またお鍋やフライパンもこちらに収納していただけるようなキッチンになっております。はい、そしてですね、こちらの扉を開きますと、トイレ、洗面台、お風呂が集約されたユニットバスとなっております。お一人様でしたら十分な設備になっているかと思います。はい、そしてですね、機能といたしまして、こちらモニター付きインターホンですね、一目で、どなたが来たか分かるような大変ありがたい設備になっておりますので、女性の方にも安心していただける設備となっております。はい、そして玄関の方ですね、こちらの方にはシューズボックス備え付けとなっております。はい、そしてですね、玄関入りますと、すぐにデザイナーズルームが分かるような、壁紙ですね。こちらの方も非常に雰囲気のいい、キッチンスペースとなっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。